大家好，我是何导。皆さんこんにちは、何導です。今回は紫萱山紫萱山の第二组の鷹子展翅高挂腿。那么现在开始吧。見た目は小爪、頭脳はおじさん。何導の演武報道団。今回は紫萱山第二组紫萱山第二組。鷹子展翅高挂腿。鷹の一種である鷹子。ハイタカがスルリと林に飛び込むように懐に入り込み、翼を広げるごとく両腕を開くと同時に足をかけて相手を倒します。それでは詳しく解説していきたいと思います。まずは全体の動きを見てみましょう。第2組第6動作の凤凰展翅の架势より、体を回し、両腕で弧を描き、上下に重ねた後、両腕を広げ、鷹子展翅高挂腿になります。右手の扇と左手を上下に分け、腰の回転に合わせ弧を描いて、ハサミ状に上下に重ねます。その後、両腕を左右に分け開きます。下半身の動きを見てみます。左手部、左脚歩より、左足を右足に軽く引き寄せた後、体を左に回しつつ、左つま先を外に開き踏み出し、右足で左足前方の地面をガトで蹴りつつ、コウティー、つま先を上にし、左斜め前方に向かって蹴り上げます。再度全身の動きを確認しましょう。横方向からの動作を確認し、動きの全体像を把握しましょう。それでは、何導の背面からの動画に合わせて一緒に動いてみましょう。動画に合わせて足の動かし方も確認します。左右の足型のアニメーションに合わせて動かしてみてください。それでは最後に実践してみましょう。市販動作は皆さんが練習をやりやすいように鏡面の動きになっています。何導の右手に皆さんの左手を、何導の左手に皆さんの右手を照らし合わせて動かしてください。まずはスロー動画に合わせて動作の確認です。何度か繰り返してやってみましょう。それでは最後に通常速度でやってみましょう。どうでしたか？基本功にじっくりと取り組みつつ、套路を学んでいってください。さて、次回は実践編です。解説編で動作を覚えた後は実践編で動画を見ながら繰り返し練習をしましょう。継続は力なりです。地道に練習していきましょう。それでは今回はこの辺で。下次再见。